こんにちはオッターバーの斉藤茂です6月12日金曜日もう少し暗暖定ご覧いただきありがとうございます昨日ご好評いただきましたのでオッターバー天王洲 tmmt スタジオの中からですね外をちょっと狙ってえー見ましたはい。 ジョギングしてるおじさんがなぜかこのスタジオを撮っていきましたけども飛行機来ないかなあ飛行機来たらまたちょっと映しますね今キャナルサイドはこんな感じです、えー、ああいたいたいたほらほら見えますほらああ映ってるかな <laughs> よろめいちゃちょっと透明ですけどね こんな感じで、えー、またもっと近くを通るときもあるのでそのときはまたあ傾いちゃったあのちょっとお見せしたいと思いますねはい改めまして斉藤茂ですあっひどい出来だなこれユルチューバーですよろしくお願いしますなんだか今日はこっち側から光が当たってますね随分ねちょっとこうこうした方がいいかな あ、これいいですね。眩しいけど、僕は。まあ、よく映ってます。はい、キャナルサイドは今、本当に、あのー、まだまだ明るいですよ。飛行機、来ないかなはい。また後ほど、ちょっと映してみましょうね。はい。えー、それでは、まず、あのー、えー、琉球クジラさんのメール、あ、メールじゃないや、作品をいつものように見てもらいますが、本当にお上手ではい。 これももはや僕というよりはもう独立したオッターバライブオッターバ YouTube のキャラになってますよね、えー、勝手にコラボ企画と称してオッターバと YouTube のコラボ似顔絵を描いてみましたあまりに丸い丸いと言われるので斎藤さんの顔をオッターバの王に見立てて,てうこ、ね、あ来た飛行機来たよほらちょっと近い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 ,近い ああ見ええないスタジオの上だ音聞こえましたでもすごい音なんですよね。結構かっこいい僕こういう音大好きなんで僕は好きですけど。はいという、えー、琉球クジラさん素敵な作品どうもありがとうございますいつも本当に。えー、これどんどん溜まってきたけど何かこうギャラリーかなんかでみんなで。 えー、展覧会やりたくなってきちゃったな、本当に。ありがとうございます、本当。さあ、では、今日はおかげさまでメールがいろいろ来てますね。ひどいよ、ひどいよって言ったら、さすがにメールをいただけるようになって嬉しい限りです。はい、絵描きパンダさん、いつもありがとうございます。えー、昨日の「もう少し暗ん点のカメラアングルは良かったですね。斉藤さんがカナディアンクラブのハイボールがうまいと力説していた頃 流れる雲の切れ間に、えー、羽田に降りていく飛行機のシルエットが見えました、えー。見えました。なかなかのライブ感でしたよ。今日はどんなクイズが出題されるのかな楽しみにしてくださいね、モナミ。は <laughs> やんないな。えー、アンコール曲についてもう一回紹介しましょう。にゃんごろうさん。えー、田尻陽一さんの ピアノリサイタルでアクトビラしか聴くことのできないというアンコール曲「〇〇レ〇,〇○どうしても気になってしょうがないのですがうちには 4K はおろかテレビそのものがなく知るよしもありません仕方ないのでクイズ感覚で一生懸命推理しました私が思いついた曲を送りますが合ってますかせめて合ってるかどうかだけお答えくださいということで、えー、見事「 正解ですよ。正解。八ゴロさん。ということで、皆さんには是非ですね、見ていただきたいんで、ここではもちろん教えるもんか。はい。えー、THE CONSART AT HOME。開く扉でしか見られません。開く扉でしか見られないアンコールで田尻さんが演奏しているのはれまレまるね。 〇〇れ〇〇ですさあもうこれ開く扉見るしかないですねできればアンコールボタンも押してください、えー、検索エンジンで開く扉オッターバと入力すると一番上に公式サイトが出てきますのですぐに分かりますいいですかまた飛行機が <laughs> すみませんいいですか開く扉オッターバと入力して検索をしていただければと思います 僕のですねものすごく真面目に喋ってるこの「ザコンサートアットホームへの思いなんかもあのこれは無料で見ることができますので見てくださいあのコンサート自体は無料で見られますので是非見ていただいてもしよしちょっとカンパしようかなっていう方はアンコールボタンを押していただくとこの○まるまるがお聴きになれるということですご覧になれるということですですね ニャンゴロさん見事正解バックオブバックさんびっくりしましたもう少しアンダンテで私のメールが読まれているではありませんか私としては毎回いかにメールを短くするか宿泊してるんですがやっぱり長いですかね斎藤さんはお気づきだと思いますがいつもライブラリーにはないだろうと思いつつメールをさせていただいています <laughs> こういう人はでも初めてですねリクエスト 募っていてそのない曲をリクエストしてくださる方っていうのは珍しい何せ決して規模は大きくないとはいえクラシック専門の放送局の社長さんにメールできるんですから今回はとりあえずもう少しアンダンテでご紹介いただきいただいたメールに記載したシュニトケが編曲したラベルのボレロの音源が YouTube にあったのでめ、えー、リンクを送らせていただきますオーケストラの3度5度の和音をわざとずらして 微妙な気持ち悪さを醸し出しているところが個人的には心にくいと思いますちょうど真上なんだね音だけもうやめますね <laughs> 落ち着かないね <laughs> すいませんはいバックオブバックさん、えー、っともしかしたらシュニトケ本人はあまり乗り気じゃなかったのかもしれませんということであの シュニトケラベルボレロで僕も検索したら引っかかったので見ることができましたまあひどいね <laughs> 本当にラベルのボレロをあんな風にめちゃくちゃにあのリメイクしちゃうっていうのはもういかに映画監督っていう人たちが面白いこと考えててシュニトケも相当なんかこう嫌だったんじゃないですかね大先輩の音楽をあんなにしちゃってると思いますでですねバックオブバックさんの えといた,だいたメールこの次があるんですけどなんとありました次のリクエストがおったわばのライブラリーにで、えー、これは来週多分どこかで流してメールを読ませてもらおうと思いますメールはもう相変わらず長本当なんですがはい、えー、曲がですねあったんですよ今回珍しくということで、えー、来週をお楽しみにバックアップバ えー、そしてもう少しアンダンてクイズで2連覇を達成しましたアンジーさんからの、えー、喜びのメールも来てますアンジーです金メダルのご褒美ありがとうございました斉藤さんの笑顔は元気になりますまあほにこんな笑顔でよろしければいつでもリクエストしてくださいさて今回は、えー、クイズの出題にチャレンジさせていただくメールメールをいたしますということで この方はね鉄道大好きということで、えー、これねアンジーさんね、えー、来週鉄道系のクイズ出したいと思いますのでこれちょっとキープさせてくださいナランチャさん「もう少しクイズ」「ジョニアかハイボール駆けつけ2杯が悪い思いのほか聞いたのか静岡市を失念しておりました残念ですねナランチャさんにしては珍しい、えー、不正解でしたねさて ハイボールのお話です来ましたねサイトおすすめハイボールとして、えー、カナディアンクラブ CC ソーダをあげておられましたが納得です。というかカナディアンクラブってハイボールのためにあるようなお酒ですよね。なんて安物しか飲んでないんでしょうかね。いや本当にそう思います。あのー、確か12年ものだったっけ18年もの。それでもね、あのー、普通ねマッカランとかああいうのになると何万円もするじゃないですか18年ものとか でも全然そんなことない。多分2000円くらいで買えるんですよね。ちょっといいやつ。これ美味しいですよ。僕はもっと安いとですけどね。えー、っと、でも率直に言って、ジョニー・ウォーカーなら過去に一度だけいただいたことのあるブルーラベルやロイヤル・サルートなんていうのをソーダ割りで飲むなんてことはもったいなくてできやしませんので、ハイボールの醍醐味って1000円そこそこのウイスキーで作るところにあると思いますね。えー、そんな私のカナディアンクラブじゃないおすすめは1。 ティーーーチャーズハイランドクリームスモーキーな感じがたまりません。2、デュアーズホワイトラベル。ハイボールの王道、金沢の名店、広坂ハイボールのハイボールといえばデュアーズです。まあ、斎藤さんならご存知のことと思いますが、リスナーさんの皆さんのおすすめハイボールやおすすめのアレンジなんかももう少しでご紹介いただけたら嬉しいです。コンビニの総菜限定で、このハイボールには、 ここの250円のこの惣菜なんていうのも欲しいな。ちなみに私のもう少しアレンジは <laughs> これいいね。もう少しアレンジだから、そんなに立派なものじゃなくて。例えば998のカナディアンクラブのハイボールにはコンビニの200円ぐらいの。これとかね。あんまり立派なものじゃなくて。あとそのちょっと一と味。皆さんの知恵でこう。工夫した。もう少し。 アレンジとかもう少しアレンジ楽しみにしてます。コンビニで買った何とかにちょっとこうするとさらに美味しくなるとかそういうのもいいな。えー、この「コンビニのお惣菜限定っていうことで」って書いてあるけどまあまあいいですいいですあの普通のもずく酢にこれを入れたらみたいなとか例えば、えー「私のもう少しアレンジは」 生姜を吸ったものを少しばかり加えるというもの邪道という中での味わいですなるほどこれはあれかなハイボールに生姜入れないですよねあのほらスーパーマーケットとかで売ってるこうパックに入ったモズクスとかえっとメカブとか僕大好きなんですけどネバネバ系ねあれにやっぱり吸った生姜入れると美味しいですよね面倒くさい時はあのチューブの生姜僕入れちゃいますけど ナランジャさんもクイズ出してくださったんですけどこれもキープというのはですね新しいタイプのクイズが来たので今日はこれを皆さんにえ挑戦していただこうと思います、えー、いつもお世話になってる天気予報などでお世話になってるゆるりさん、えー、もう少し暗断定用のクイズです過去の慶應義,義塾幼稚舎 まあつまり小学校ですね。幼稚園生が受験するってことか。えー、の入試問題から出題します。いいですか。問題。4人の子供が図のように部屋の中にいます。はい。図がもうあるので。はい、4人の子供がこのように。 図の中にいま,すまた後で見てもらえますから一回外しますよ。何とか一回読めないかな。はい、読みます。マスキングされちゃうんだよね。これでいいかな少し。読みながら見てください、えー。この4人にはあらかじめ次のことが知らされています。一部屋に入っているのは全部で4人であること。二 4人のうち赤い帽子をかぶっている人は2人白い帽子をかぶっている人は2人であること3自分が何色の帽子をかぶっているかは知らされていません 4D 君と ABC 君の間は壁で仕切られていて相手が見えませんこれ間違ってるね A 君と BCD 君の間は 壁で仕切られていて相手が見えません。そうですね A 君だけ壁のこっち側にいるってことですね。えー、っと。自分で自分の頭の帽子を手にして見るのはダメです。見ちゃいけないわけです、自分の帽子の色。後ろを振り向いてみるのもダメです。これすごいですね。つまり、えー、BCD 君は壁の方を向いています。A 君も 壁の方を向いてつばがついてるからねみんな壁の方を見てるんですで振り返っちゃいけないわけですだ B 君は C 君と D 君の色を見ちゃいけないし C くんは、えー、っと D 君の色を見ちゃいけないで D 君は B 君と C 君の色が分かるってことですねこれ A 君は何も分からないっていうことになると思いますいいですかあとでもう一回見せるねここ大事なとこだ さて、ここまでの条件を4人で話した上で自分が何色の帽子をかぶっているか分かった人は声を出して答えてください。と部屋の外から先生が問いかけますするとしばらく沈黙があった後自分の帽子の色を当てた子どもがいます。 それは ABCD4 人のうちの誰でその理由はなぜでしょうねもう一回問題言いますよ、えー、ここまでの条件を4人に話した上ではもう一回言った方がいいかなもう一回見ますか皆さんはい聞こえますよね大丈夫ですよね、えー、部屋に入っているのは全部で4人であること 自分が何色の帽子をかかぶってていいいるかは知らされていないこと A 君と B、C、D 君の間は壁で仕切られていて相手が見えないこと、えー、自分で自分の帽子を手にしてみてはいけないこと後ろを振り返ってみるのもダメです。ここでこの条件を4人,で話した上であ4人に話した上で自分が何色の帽子をかぶっているか分かった人は声を出して答えてくださいと部屋の外から先生が言いました。すると しばらく沈黙があった後自分の帽子の色を当てた子供がいますそれは ABCD 誰でその理由はなぜでしょうこれ本当に小学生の幼稚園生の問題なんですか慶応義塾の幼稚者の出題だそうですいいですか覚えましたかはいこれはねあ僕答えが書いてある から見ましたけど、僕にはもう全くわからなかったですね。はい。えー、ではあのー、ダメをずるしちゃ過去問とか調べちゃ過去問の回答とか調べちゃダメよもう。えー、考えてみてください。来週の水曜日までに正解を出してくださった方、一番最初に正解してくださった方には思い切り手を振ってあげます。いいですか？ということで、えー、また今日もずいぶん長くなってしまいましたが、もう少し安断定。 6月12日号を終わりにしたいと思います、えー。沖縄は梅雨明けしたそうですが、その他のところはこれからが梅雨本番になります。どうぞ皆さん体調崩されないように、えー、そしてですね、決して、えー、なんていうかな危険が去ったわけではありませんので、どんどんあのいろんなことができるようにはなりますが、基本は守りましょう。えー、密を避けること、手洗いうがい、えー、よくお休みください。そして おい、えー、しいものをいっぱい食べてください。少しでもいいので運動してください。そしてモーツァルトを聴いてください。よろしいですね。えー、それでは、えー、また来週お目にかかります。斉藤茂ででししたもう少しアンダンテでした